こんにちは、三茶整体院の関野です。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日もいつものようにですね、先生方がすぐ使える手技のテクニックを教えていきたいと思います。今日はですね、前回、動画で配信した腎臓のテクニックについての質問が来てますので、そちらの方にお答えしていきたいと思います。質問の内容なんですが こちらですね、前回配信したあの腎臓のテクニックで質問があります。腎臓の変異は後方下方が多いとおっしゃっていましたが、腎臓が後方下方の位置に変異しているのはどのように判断したらよろしいのでしょうか、っていう質問ですね。そちらの質問について今日お答えしていきたいと思います。私がですね、判断しているのは、まあ、腰に手を、患者さんの腰に手を入れます。右手左手で腎臓のところですね、だいたい腰椎の11番からあ、ごめんなさい、胸椎の11番から腰椎の3番までの位置にあるって言われています。なんでそのあたりに手を入れてですね、重さを見ますまあ右が重いかな、左が重いかなみたいな感じです。まあ変異がなければだいたい同じぐらいの重さにはなるんですけれども、やはりどちらかが重いっていうことはですね、その重い側の腎臓が後方に変異しているというふうに考えられます。で、後方に変異するとですね、重力の関係でそのまま下方にやっぱ変異するんですよね。なので後方にあるイコール下方に変異しているというふうに考えますので、まあ重い方をまず矯正していく。で、片方矯正が終わったらもう一度再チェックです。で、さっき軽かった側がまた重くなっているようであればそちらも矯正するという形になります。まあ矯正の方法ですね、前回先生使ってやったんですけれども、やっぱり手元が見えないので今日はちょっと風船を使ってですね、ちょっと腎臓のイメージ、先生方に持っていただきたいと思いますので、ちょっと矯正の方法をですね、風船使って今から、見せていきたいと思います。じゃちょっと今風船用意しますね。まあ大体こんな感じですね。まあこれが腎臓だとします。で、まず腰の方に手を入れます。で、腎臓の重さを確認しますね。で、もしこちらが重かったのであれば腰の方に手をかましたままですね、お腹の方からこうサンドイッチするイメージですね。で、サンドイッチした状態でこのようにこう持っていく感じです。あくまでも直接手はこちらの腰の手になりますので、腰の方に手を入れていただいて前方にテンションをかけます。で、そのままお腹を押さえてあげてサンドイッチするイメージで、そのまま上方に持っていくイメージですね。で、大体30秒から1分ぐらいいくとこの手のところが軽くなってくる感じがありますので、そうすれば矯正完了です。で、また反対側をやってみて、まあ重いかな軽いかなって見ていただいて、同じように矯正の方をしてみてください。はい、じゃあこちらですね。で、今日ちょっと風船使ってですね、イメージ湧くかなと思ってやってみましたので、またぜひ先生方も、この腎臓のテクニック試してみてください。またわからないことがあればですね、質問の方を受け付けておりますので、またご連絡の方よろしくお願いします。で、今日は以上になりますので、最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。